い。はい、どうも、実況者エテポンゲです。よろしくお願いします。今回からドラゴンクエストビルダーズアリフガルドを復活せよします。うわ、マジですごいね、オープニング超ワクワクする。なんかみんなニコニコとか YouTube とかさで体験版のさ動画とかアップしてたのをちらほらね、サムネだけ見てね、うん、中身は見てない、うん、サムネだけ見て楽しそうだなーって、うん、まあ、正直ちょっと見た。はい、やっていきましょう。まずはゲームの設定、マジ楽しみ。これ何、どうしよう、各種設定からいきましょう。完璧です。はい、では一章メルキド編、何章かあるんだろうな。はじめにこのゲームの主人公を作成します。どうしようかな、どうしようかな。おにゃらこでいこうかな。髪、ちょっとここは凝らさせてくれ。なんか紫とかピンクとかはちょっと狙いすぎてるわ。うん、それはちょっと狙いすぎだから、ここはビアンカ意識していこうかな。ビアンカを意識しつつ肌は白目、やっぱ白がいい、白い女の子の方がいい。ここぐらいにしようかな。目はやっぱり青でしょう。うん、青というか水色というかね、うん、吸い込まれるような瞳。はい、実にいいキャラクターができましたね。名前どうしようかな。名前、エテコちゃん。はい、よーし。ほんとね、ちょっとだけ見たんよ、ドラゴンとなんか戦ってる右京地、うん、ニコ生でね、うん、ドラゴンと戦ってる右京地がわーわー言ってるのを軽く見た、うん、よくぞ来た、わしが王の中の王竜である。わしは待っておった。そなたのような若者が現れること、もしわしの味方になれば世界の半分をお前にやろう。どうした、世界の半分を欲しくないのか。悪い話ではあるまい。ようやく見つけましたよ、あなたのこと。一つの忌まわしい選択が生んだ闇に覆われた世界。今この世界は空の光を失い、力なき人々はただ滅びの時を待っています。すべてが失われた世界を新しく作るにはあなたの力が必要なのです。さあ時は来ました。エテコ、目をさお開けなさい。優しい感じばっかりで助かりましたね。楽しみだ。目が覚めたのですね、エテコ。はい、あなたは覚えていますか、自分が何者で自分がどんな存在であったのか。そうですか、やはり眠りにつく前のことは何も覚えていないのですね。はい、 RPG あるあるね、うん、主人公の8割は記憶喪失、そして眠りから覚めるところから始まる RPG あるあるです、はい、それも仕方のないこと、 いえむしろ今はその方がいいのかもしれません。
長い眠りで体がなまっていることでしょう。さあまず自分の体を動かしてみるのです。あ、まずチュートリアルですね。これはまあ、エテは今手元にその操作方法ゲームコントロールズ今マニュアルをね持ちながらゲームやってるんでね、もうここら辺完璧ですよ。体を動かそう。はい、うぅー、体はしっかりと動くようですね。これならあなたは自分の役割を果たすことができるでしょう。エテコよ、長き眠りから覚めたあなたには果たすべき、重大な役割があるのです。てか誰と話してるんですか今。あなたが果たすべき役割、それは何ですって。役割はともかく体がだるい。確かに体力が減っているようですね。長い眠りの中で奪われていたのかもしれません。ではこの白い花びらを拾ってみてください。あなたが持つ力で体力を回復してみましょう。 OK、 まず最初、おお、ジャンプ、四角で武器を振る、四角で武器、三角でアイテムを使う、丸ボタンで、あっ、白い花びらを拾えましたね。触れるだけでいいんだね。あなたは素材から武器や道具を自分の手で作り出す力を持っています。そこにある切り株を作業台にできそう。切り株がね、手に入れた素材で傷薬を作ってみましょう。薬草じゃないの？ドラクエシリーズは。アイテムを作ろう。はい、アイテムを作ろう。テケル傷薬、白い花びら3つで傷薬1個。素晴らしい、初めて素材から物を作り出しましたね。これ、それこそがこの世界であなただけが持つ特別な力。エテコよ、あなたは手に入れた素材から物を作り出す力があるのです。作った傷薬を早速使ってみましょう。道具は三角ボタンで使うことが知ってるし、はぁ、知ってるしな、読んだしマニュアル。はい、傷薬で体力を回復できたようですね。傷薬はあなたが自らの手で作り出したものを、この世界に生きる人々はとあるきっかけで物を作り出す力を失ってしまいました。はあ、あなたに与えられた責務、それは何ですって。責務はともかく早く広い世界に出たい。それもそうですね。ではこの穴蔵から出るために足場を作りましょう。太い枝を拾うのです。いちいち置くな、渡してくれ。はい、素材すればヒノキの棒が作れるでしょう。先ほどと同じく切り株の作業台にヒノキの、はい、つける。ヒノキの棒、はい、素晴らしい、初めて武器を作り出しましたね。人はかつて物を作り道具を使ってその輝かしい文明を作り上げました。人の文明の証といえる武器も今はあなたにしか作り出せないのです。うん。課せられた使命、それは。なんですってっていう、なんかイラッとするね。なんか使命はともかくまずは外の世界が見たい。おお、そうでしたね。では足場を作るために自分で作った武器を装備してみましょう。丸ボタンでメニューを開きヒノキの棒を装備するのです。はい、丸ボタンでメニューを開き装備、はい、装備、
武器があれば魔物と戦いだけではなく素材を集めるときにも役に知ってるよ。 R1 と L1 でなんか上に振ったり下に振ったりできるって書いてあるもんね。ここに知ってる。物を壊して素材に変える力もあなただけが持つ特別な力。世界が闇に閉ざされた人々は力を失ってもずっと持ち続けて待ち続けていました。物を作る力を持つ者、みんな作れないんだって。エテコだけ作れる。これ世界を支配できちゃうんじゃね。あなたは人々の願い、夢、希望、そして未来を背負っているのです。ま、ひっくり返せば絶望を与えることもできるのだが、そこら辺はいかがお考えでしょうか。任務、それは早く言え。あなたまさか眠っているのではないでしょうね。仕方ありません。やはりまずはここから出た方が良さそうですね。では外に出る足場作りのために周りの土を崩し拾い集めるのです。はい。四角ボタンで武器を振り物を壊せば素材として手に入れることができる。土ブロックを10個入手。はい。四角ボタン、あ、そっか、普通に武器を、ちょ、けど LR できるんじゃない。 LR なるほど、理解しました。てい、よし。あ、なんか、あ、かわいい。やっ、これは、あ、なんでこれいけんの。お、いけるいけるいける。ほう、10個、あと2つ。よし。はい。手に入れた土は三角ボタン地面に置き積み上げることができます。赤い印の場所に集めた土で足場を作り、この穴蔵から抜け出しましょう。はい。あ、ここで十字キーを使うのね。三角ボタンで目の前に置くことができる。はい、オッケー。十字キーでこう下のやつを動かせると。あ、ブロック持ってる、かわいい。ここに置けって言ってる。あ、近いとね。ほれ、ほっほっ。で、視点を変えるにはこう、うん、こう、よいしょ、できたよ。これでいいんじゃないの。え、まだ、かわいい、かわいいね。ドラクエの、ドラクエのグラフィック、キャラクターデザインも進化しておるね。ここか、次は。ここだな。ちょっと待ってね。ほい。よいしょ。なんだ俺。あ、行った。出ていいのか。出るぞ。エテコ、ようやく、よくやりました。うまく外の世界に出ることができましたね。これからあなたが目にする世界、アレフガルドは、とあるきっかけで光を失い、闇に覆われた世界。光なき世界に生きる人々は、物を作る力を奪われ、今や文明も知恵もなくしてしまっています。エテコ、あなたに課せられた重大な使命、それは、あなたが持つ物作りの力で人々を救い、アレフガルドの世界を復活させることなのです。出た。え、なんですって。どんな感じで言ってんだろう。え、なんですって。急に世界を救えと言われてもピンとこない。確かに目覚めたばかりの、あなたには少し急な話なのかもしれません。ではこうしましょう。あなたが持つものを作る力で、あなたの自由に
思い描いた正解を作り出してください。そうすればのずと自らの使命も果たすことができるでしょう。そして自分自身で確かめるのです。世界に何が起きたのか、そして自分の役割が何なのか。私は大地の精霊ルピス、すべては精霊の導きのままに。やっと名乗りましたね。大地の精霊ルピスだって、最後に一つだけあなたに忠告しておきます。あなたは勇者ではありません。はあ、はあ、このことだけは忘れないでくださいね。はあ、なん、勇者だしな、勇者だしな、な、なんで、なんでそんなこと言う、勇者じゃないよとか。かつてメルキドと呼ばれていた場所、はるか昔この地には固い城塞に囲まれた巨大な町がありました。魔物との争いでそのすべてを破壊され、今や見る影もありません。エデコよ、あなたが持つものを作る力でここに新しいメルキドの町を作り上げ、アレフガルト復活への第一歩とするのです。そのためにあなたにはこれを渡しておきましょう。何を？かわいい。希望の旗を持ってあそこに見える光さす地を目指しなさい。その旗はこの地で魔物と戦った人々が最後まで掲げていた旗です。あの地に希望の旗を立てれば怒りがあふれ、メルキド復興の拠点となるでしょう。さあ、あの光のもとへ向かうのです。希望の旗を手に入れた。なるほど。まあ刺してそこを中心にその作り上げていけっていうことなのか。だ、食らったのね今。ごめんな、食らったんだ、ごめん。うわー、楽しい。あ、ちょ、間違え、置いちゃった。ちょっとマニュアルをちゃんと読もう。四角で武器。こ、よし、こ、オッケー、よし。ちょっといろいろ、まず旗を刺す前に、あのね、上級者はね、旗を取る前に、まずアイテム回収。なんか、旗を刺した瞬間に魔物が大量に現れて、そのアイテム収集する時間がなくなってしまう的なね、やつ。パパスがいる時にレベル上げする的なやつだよ、これが。刺そうか。こうしてこうだろう。なんかけど町の跡みたいな感じは残ってるね。暖かい光が溢れ出した。光に導かれ人間たちが集まってくるはずです。ほら早速。けど何もできんクズどもだろ。何もできんやつだろ、ここの世界のやつらは。何もできねえって言ってたじゃん、さっき。物も作れねえし知恵もねえし。こんにちは。この旗一体なんだろう。それにこの場所なんだか不思議、とっても明るくてすっごくあったかい。私はビリン、あなたは住人からのお願い。びっくりマーク、あ、なるほどね。びっくりマークでそのなんか頼まれるわけだ。でそれをこなしていけばストーリーに直結したりなんか報酬もらえたりするんだろうね。この旗、あなたが建てたの？あなたは誰なの？あなた一体どこから来たの？質問攻めですか？記憶がない。精霊の声に導かれてここに来た。頭の中で声がするなんてなんだかものすごく怪しい感じだけど。
この場所あったかくて気持ちがいいし、私ここに住んでみようかな。うん、いくらあなたに物を作る力があっても、メルキドを一人で復興するのは難しいでしょう。まずは町を再建する、仲間となる人々が住むための部屋を作るのです。ほう、扉だけが残された壊れた家があります。壁の隙間を土で埋め修理してみましょう。L1 ボタンを押しながら置くと1段上。あ、知ってます。はい、知ってます。それは知ってますけど、その慣れてないからできるかどうかわかりませんが、セイリーさんは黙って見とけばいいよ。セイリーは土を使って、これで土くれんのかい。あ、5個。この子いくつぐらいなんだろう。主人公何歳かな、これ。なんか女のちっちゃい女の子に見えるんだけど、これは果たして成人してる女の子なのか。なんかサイズ的に見た感じ小学生、小 4? いや小 1? ぐらい、小1ぐらいかな。いくつ？小学1年うちと一緒なん。なんだろう、看板に文字が綴られている。魔物はいつもこの方角からやってくる。ここに城壁を作り町を守るのだ。ずいぶん昔に建てられたものらしい。かつてここに誰かが住んでいたのだろうか。じゃあ、なんだよ。で、おい、喧嘩ならいつでもやってやっからよ。てめえで。よし。こっちに出ると、この、何？グリーンから出ると、こっちのグリーンからこっちのラフに出ると、音が変わる。外判定になる。気をつけよう。こう。で、こう。うまくない？うまくない？普通に。絵手にしてはちゃんとできている。こう。なんか、あ、来た。で、ゲームが下手くそなことをね、通称エテポンゲという謎の悪口がね、身内で流行っています。ちょ、どこ行くの。ちょっと待って。あ、すごいボロボロだったお家の壁が治っている。土を置いてあなたが修理したの？頭の中で精霊の声がするとか、少しおかしい感じの人だとは思ってたけど、壊れたお家を修理できるなんて、あなたは不思議な力を持ってるんだね。はい、これ、お家を直してくれたお礼だよ。ここに来る途中に拾ったんだ。クエスチョンコンプリート。白い花びら、薬草が作れるよ。薬草じゃない、傷薬作ろう。絶対いるよね。作る。もう一個ぐらい作ろう。作る。これ大事。こういうの大事。よし。どこに乗ってるんですか？まだなんかあるよね。あんなことができるの？え、自分には物を作る力があるって？物を作るって何？私のことは覚えていますか？この世界の人々は物を作る力を失った人々。はい、すいませんでした。物を作るって何？とか言われたらマジで。もう、何も言えんくなるわ、もう。明かりがないとお部屋には、できそうにないね。明かりって言っても、松明はこの近くには落ちていなそうだし。
旗の近くにある石の作業台を使えば松明を作ることができそうです。この素材を使って松明を作り、彼女に見せてあげると良いでしょう。オッケー。青い油ってことは木がいるんじゃない？あと太い枝。あ、揃った揃った。よし、何マスぐらい上から落ちたらさダメージ食らうんだろう。よ、3マス4マスはいけ、4マスはいけんの。松明、はい、お、5個もできちゃった。で、見せてあげるんだよね。来た来た来た。かわいい。ちょっと、じゃ話そう話そう、ビリン話そう、話をしよう。松明、どこから見つけてきたの？え、見つけてきたんじゃない、これはあなたが作ったって。そっか、周りにある素材から ものを生み出すことをものづくりって言うんだね。お、ちょっと理解したね。うん、ありがとう、私少しだけ分かった気がするよ。もう理解してくれてありがとうございます。こういうものを役に立つ、必要だったら私も集めてみるよ。お、またなんかくれんの、太い枝、いい子だね。かわいい、パチパチしてる。あぶね、攻撃しそうになった。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと、なんでそうやってすぐこういうとこ登るん。あなた名前まだ聞いてなかったよね。エテコっていうのん。全然特別な力がある感じの名前じゃないけど、うん、でも人は名前じゃないって言うもんね。そうだ、ねえねえ、エテコ、せっかく作ってくれたその松明をお家の中に置いてみようよ。うん、2段以上積み上げた壁と、夜を照らす明かり、そして扉があれば部屋が完成します。作ったものは三角ボタンで置くことができます。早速家の中に松明を。あ、屋根いらないんすか。あー、もう落ちた。屋根いらないんだ。あってもいいのかな、どうなんだろう。2段以上の壁、そして松明を。へい、え、へい、え、あー、壁に刺すんじゃないの、音だ。地面に置くんだ。壁には刺せない。来た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 。おおおおおお。